これはほんの少しだけ未来のお話。はい、これ石器時代のお土産。まだほんのり温かい。そうか、君のお兄さんは発明家志望だったね。ああ、試作品のタイムマシンで行ってきたんだ。お兄さんは相変わらず脳みそだけかい？そうさ。しぶといね、大したもんだ。あ、町内会長だ。こんにちは。こんにちは。今国家斉唱中だよ、弟くん。歌ってました？何してるんですか？うむ、ちょっと探し物でな。探し物？実は数週間前から回覧板が行方不明なんだ。全員次の家に回したというのだが、一向に私のところに戻ってこない。そのため今もこうして回覧板の行方を追っているというわけだ。回覧板に盗聴器を仕掛けていろいろな家庭の弱みを握るという手もありますね。その手があったか。弟くんは相変わらず頭の回転が速いな。回覧板もそのくらい回転が速ければ。おい、ふざけんなお前。すいません。お前後ろ見てたくせになんで何にも合図しねえんだ。すいません、自分オーライっていうのがどうしても恥ずかしくて他の言葉を探していたらこんなことに。オラ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 、イエー。おお、くそ。穏やかじゃないね。ああ、町内会長すいません、お怪我はされませんでしたか？ああ、幸いみんな。あれ、弟くん、あれ、ここはどこだろう。おや、お客さんかい？うわ、老婆だ。ん？あ、老婆か。すいません、混乱していて老婆で驚いてしまいました。普段は理性で抑えているのですが。ふん、わしはもう老婆というような年はとうに超えておる。お前さん、おテント様の世界から来たのかい？はい、多分。おことあの世界とは、何か衝撃が起きた時に通り道ができるようじゃ。そしてその衝撃が大きいほど二つの世をつなぐそれははっきりと見える。お前さんが来た時に生じた道はもう閉じしまったようだな。まあいずれまたゲートは開くじゃろ。え、いつですか？まあ気長に待つがよ。え、いつ？ここはお天道様の世界とはチートばかり時の流れが違うでな。おばあさん、山菜を取りに行ってまいります。ああ、これは昨日まではなかった。登ってみよう。帰れるかもしれない。これは地上ではもう随分と時が進んでいたのだな。もう僕の知り合いは誰もいないだろう。圧倒的な孤独。浦島太郎もきっとこんな気持ちだったのに違いない。あ、回覧板。そうか、ずっとここにあったんだ。僕らが回覧板を回していたのではない。回覧板の周りを僕たちの方がぐるぐる回っていただけだったんだ。おーい、ん？おーい。やあ、君か。それからお兄さんも、お久しぶりです。無事だったんだね。ああ、ありがとう。助かったよ。お兄さんとタイムマシンで迎えに来てくれたんだね。何のことだい？え？まだ君がいなくなってから1時間も経ってないよ。だって、じゃあこれは？わからないんだ。突然こうなってしまって。そんな、突然こんなことになるもんなのかい？だってこれ、僕らの町だろ？うん、でもそうなんだ。ねえ、もしかして君とお兄さんがタイムマシンで行った原始時代って、未来のことだったんじゃないだろうね。